今回は今自分が興味を持ち始めて実践し始めてる気候の話について話していこうと思います気候別にそこまでまだマスターとかしてるわけじゃないですただ、えーね、体に息の入れ方とかそういうのがあるんでそこでエネルギーマネジメントをしてて、ね、やっぱり調子は良くなるなっていう感じがしているので 続けてるところですそれで「いや聞こう」って多分知らない人にとってはなんか怪しいオカルト的なものとは思う人もいるかもしれないんで、まあ、どのレベルまでは「聞くよ」っていうことが言えたりとかしてどういうふうにメカニズムで聞いてくるのかっていうのも僕の今の理解僕の解釈についてシェアしていこうと思います。まずううっっっててて何かっていうとっていとのは 情報なんですよ人間は言葉以外にもいろんな方法で情報を伝えてるんですよ。例えばこの人って見た目いい感じだけども信用できないよねっていうのを直感で察知しますよね,、えー、とね特に年配の方で成功された方ってそういう勘が鋭い人っていうのがいて見たら分かるやんって言うんですよ。 もうパッと見でその人がうまくいく人が信頼できる人がビジネス一緒にやっていい人かっていうのが見分けられるとそれっていうのはその相手の人がどういうふうな肩書きを持っていろうがどういうふうな、えー、こといい耳障りのいい言葉をしゃべろうがどういうふうにして論理的にかんどういうふうに論理的に正しいかろうがそれって関係ないんですよその感じるものっていうのは その人の内側何かしら隠してるものが出ちゃうんです。前も話しましたね、言葉にしなくても触りますよ。そうなんですよ、触るんですよ。だから言葉以外でもあなたにはあなたはメッセージを送り続けてますよっていうところを意識すると、もう結局は自分自身をちゃんと、えー、マネジメントする、自分自身の人間性を磨いていく、自分自身を日々向上させていくっていうところに行き着いてもうそこしかないなっていう,いうのはもう僕のイメージです。マーケティングとか 普通にビジネスのテクニックとかも全然できますけどももう根本的に自分の人間としての土台が人としての土台がなかったら何もテクニック小手先のテクニックだけではもう突破できないなっていうふうに感じていますまあそれでキーなんですけどキーっていうのは情報で目に見えない情報ですね特によく言われてるのでそれをマネジメントするからこうなんですよキーこう情報マネジメントなんですで気候のプロっていうのはそののプロっていうのは 情報を効率よく伝える。相手が吹っ飛ぶと思ったら、その情報が相手に伝わって、相手の内側の情報が書き換えられるんです。だから、相手にとっては、その気候の先生が手をかざしたら、自分は飛ぶっていうふうに思い込むから飛ぶんですよね。ホメオスタシスの、えっとね、原理でそういうことの。そういうことが起こってるから、あんな不思議なことが起こるし、病気が治るっていうのも、気候の先生が相手、その人の、 患者さんの病気について病気の悪い部分とかを明確にイメージするして書き換えてあげると相手も良くなる良くなったと思い込んで体が成功性を取るんですよね。ホメオサシス生理現象の向上性維持機能っていうやつなんですけどもっていうのが気候なんですよじゃあそしたら気候っていうのはマインドの使い方と原理は全く同じ突、まあ、き詰めで言うと気候も催眠も 洗脳もあ何かあるかなえ武術の、えー、達人の技も全部同じそれだそれなんで、マインドの友識のマインドの使いってめちゃくちゃ抽象度が高い。つまり、もうこれをマスターしたらあらゆるものに応用できてしまう。そのぐらい強力なものなんですよ。それで、 えと気候ったんで共有します気候って一見その先生のマスターの人が何かしら情報を送るからその情報を受け取って、えー、動くなんか行動すると思うじゃないですかけどもあるエピソードだったらどうやらそうではなさそうなんですよあるエピソード がありましてこれは友部知さんの本の中にあったんですけども気候の先生中国人の先生のとこに外国人、えー、と欧米人だと思うんですが欧米人の患者さん来ました中国語しゃべられません、えー、椅子から立ち上がりません車椅子かわかんないですけども、えー、と足が悪いんですよそれで先生足が悪いんで直してくださいっていうのを翻訳者通訳者通して その先生に言ったらしいんですよそしたら通訳者も、えー、先生も英語ができずにちゃんと伝わってなくて勘違いして腕の調子が悪いんだと思い込んだらしいんですよ既婚先生はだから腕を治すために多分念を入れて腕は良くなるみたいなイメージをして送ったんですよじゃあどうなったかって言ったらその患者さん足が良くなって立ち上がったんですよこれって面白くないですか これは別に詳しい説明はされてなかったですけども僕の解釈で言うとその先生が送ったそのエネルギーよくなる腕がよくなるっていうエネルギーを患者さんは受け取ったのと思います受け取った時に自分の中の解釈で先生は足を治してくれるんだと思い込んだんでしょうね思い込んでそのエネル思い込んでてそのエネルギーが 受け取ってつまりどこどこ治すっていうものとその,その体の部分を変えるってエネルギーはまた別物でその解釈がその腕が良くなる先生が思ったとしても患者さん受け取り手が足が良くなると思ったから良くなったとじゃあ既婚先生が本当にできて力本当に役割として果たしたっていうのはそのエネルギーを与えてあげること。 コーチングで言ったらエフィカシーを上げてあげるってことですよね。自分はゴールを達成するやつだ。ゴールを達成しているやつだ。ゴール達成の自己能力の自己評価ってことですね。エフィカシー。だそういうふうにして思い込むよう思い込ませてあげる。これ悪いことじゃなくて、自分が心を望むゴールなんでいいことですよね。自分はゴール達成できるやつだっていう。 自信を持てるし、持ってもらえるし、そのエフィカシー、ちょっとエフィカシーって言葉ちょっと難しいですけども、なんかこの人と一緒にいたら、なんか何でもできそうな気がするよねっていう人いるじゃないですか。僕も結構周りによく言われるんですけども、僕と話してたら、なんか何でもできる気になってくるって。これコーチングやる前からよく言われることですね。もう、できるしって。 そういうのを、まあ、言わなくても話してるうちにあこうこうこうでこうやってこうやってみたいなのを、まあ、常にどうやってゴールを達成すればいいかなっていうことだけですね。まあ、そういういで例えだから面白いです話した後に目の色変わるってあ。僕と話した後に目の色変わって、まあ、それで別になんか直接話されかけてしてるわけじゃないけども周り、まあ、がどん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 良くなっていく感じ。 でこれはどこまで僕がやってたってわかんないですけども少なくとも同じ日の先生と同じですよね、えー、これ僕はその人がまあ良くなってるイメージを一緒に作っていくんですよ僕の この人はこうなるべきだみたいな全然思わないです。この人のイメージっていうのが僕のイメージの中に入るんですよ。共有されるんですよ。この人こういうふうな感じでいるんだなっていうのがなんとなく映像でもないんですね。映像じゃなくてもう雰囲気なんですよね。もやもやとかもそんなんですよ、僕のレベルで言ったら。もや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 してるみたいなのが話して終わったのにあれもやもやなくなったわって。もやもやなくなったし、今ちょっとエネルギーが湧いてきてるよねぐらいの僕のイメージ、イメージそんな感じなんですよ。 空気を感じ取るとか空気の中になんか物質みたいなものを感じ取るみたいな感じなんですけどもまあそういうのをやっていってあげるでそこでイメージをもらった時にそういうあこういうふうにこういうふうにこういうふうに考えてこういうふうにああなるほどなるほどあこういうふうにあこう見えますよねみたいなことをまあ話していくんですよじゃあまあそうやってまあうまく うまくな操作もしないです操作とかそうななんじゃないもう自分の利益は全くそういうのは考えなくてじゃむしろそういうふうに操作してやるとか思ったら方向は、えー、倫理的にも方向は誤るしむしろそうなったらそもそもそういうふうにシンクロ心がシンクロさせるってことも難しいと思うんで僕はもう基本自然体で自然につながる感じ。 っていうのを意識してててやってですそんで自然に成り行きに任せて、まあ、僕の無意識に任せてどういうふうに展開していくかただ結果としては必ずいい結果になっているっていうイメージは僕は持ってるんですよでそこにも無意識を自動運転させているで結果的にその人は受け取るものは様々なんですよ僕がどういうふうな具体的なメッセージを送ってるわけじゃなくて何か僕と話すことで何かしら変わったなって いう体感があるこれって気候のその先生のエピソードと同じ,か同じやなって思いましたな僕自身そのコーチは何かしら働きかけてあげる何かしら、ね、こっちが思うようには動かさないんですただゴールクライアント心から望むゴールが見つかってそれがなんか自分の意思で達成されていく で、なんか振り返ってみたきっかけ転換点になったのは、コーチと僕と会ったことだよねっていうのが、それがいい感じ。だから、分かる人には分かるけど、分かんない人には全く分かんないと。実質、全く手を下しないから。けれども、それが最高の形だし、まあ、これから求められるコーチングの役割かなと思っています。目に見えないところっていうことに働きかけて、そのために、コーチはまあ生活、 整えていくで自分自身もマインドを整えていくっていうのをやっています。